子ならきっと問題ないさ。失った明鏡止水流の現師範らしいけど、ここがその人の剣術道場みたい。ナナコ、そう悲しむな。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強く、それでも私だって昔はどんなに危険な局面に、それは師匠が邪気に取り憑かれたからだ。今回行う、何かあった、君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか、どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。違うんだ、オイラたち、弟子入り。オイラたち、明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠けも、ここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。分かった、妹弟子と。俺たちの師匠は土門という、独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。いっぱいもせずに。師匠は言ってたよ、自分の目標は天下一の剣。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われ、何かおかしなことをずっと言い続けていて、兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、しかし正直、鳴神大社って鳴神大社知らないのか。あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大御、俺たちじゃ大御子様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の御子様でも。だから安心しろ、ナナコ。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取り憑かれる。神の目を奪われるとそんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。君たちが来る直前まで師匠は発狂し、さっき妹弟子が師匠を支えていったが、どうやら師匠、その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。島の子になって辺りを見ま、ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に、その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。あ？なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。
ここか。もっと上に行って探してみよう。いた。あそこに怪しいやつがいるぞ。本当にドモンの弟子か。ドモン、それとも何年も会わねえうちにドモンのやつ。おい、聞きたいことがあるのはこそこそしてるし、きっとは悪いやつ。お前らが生まれてくるずっと昔、もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子。まさかお前。そうだ、俺が安西だ。ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるや、あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった、俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは笑い。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど、当時俺もそう考えてた。だがその時俺は確信したんだ。土門はあいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくない。それはあいつが来るまで俺は自分が師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、後から聞いた話だがあいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでにと、それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが翔、だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする、それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来ても、この人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか。何ですって。師匠は自分から狂ったとでも言う。七子落ち着。申し訳ございません。私の力近し、この世界には様々な邪が存在します。それにこのことに天気がないとは限りません。や、八重様が。俺の知ってるあの丸神大社の大巫女様、八重様が。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせて、あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様なら。その巫女様、八重様に会うには何か準備。必要ありません。唯一行うべきは、では私はこれで。なる。まさか八重様が俺たちの兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいので。いや、そんな、それはごったら八重様なんだぞ。噂では将軍とにかくわざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと我々。おう、おいらもその人から雷電将軍の情報を。
あの人が八重様か。それにさっきオイラたちのことを見てな、はい、オイラの見ま、来るな。俺もう剣はやめたんだ。許してくれ。見ての通りです。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が、まあ、八重様、師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔、残念じゃが、何時らの師匠、そんな、そう、自らこのように巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つ、水に落ちたもののようにあがけばあがくほど暗く冷たき深海に、原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。願い、しかし八重様、願いを奪、何時らの流派、いいなじゃが、今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこ、名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを、では雑念がないように見える者がその手で自身の師匠と兄弟子を任した時、本八重様の剣の道とは千変万化、剣術で天下一を取ることはその手に剣を持ち他者の夢を打ち砕いていく必要が、ゆえに天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れる、その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め師匠はずっとそのような、すまない、全部俺、父さん、もういい。え、さっきあっ、オイラたちの後をこっそ、安西、どうして安西が二人、鬼、俺に復讐しに来たんだろう。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。何年も経ち、もう全部理解した。鼻からお前は待ち、お前に任されたほとんどのやつがお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか、お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもうし、だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。賢者だが、いつの日かあいつらも血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進む。そいつらの考えを、師匠は以前海賊から私を、将来師匠のように苦しむのかなんて、私には、いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で、七子だけじゃない、俺たち他のみんなも、そ、お前たち、ほら見ろ、自分の願いを、そいつ願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないからわかるはずもねえ。だがお前に負けたあの時だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。そうか、すまなかった。明鏡止水流の今の俺は天下一里なんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものを、この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂された。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。何をほうけてるんだ。早く八重様に礼を言って帰るぞ。うん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。旅人さん、お待ちを。やはりわら、異郷から訪れる風、わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが、何時がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう。うん、あの不思議なやつだな。はい、これについてはまた今度話そう。